はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。うわっただよ、本日もよろしくお願いいたします。本日紹介するのはサントリースプリッツより4月24日に全国で期間限定新発売するマイナス196度ストロングゼロビターグレープ、こちらをご紹介したいと思います。マイナス196度ストロングゼロは食事に合う缶チューハイとしてご支持いただいているアルコール度数高めのチューハイです。さあ、今回は甘くないビターが美味しさが特徴のビターシリーズからビターグレープを限定新発売となります。ストロングは強い飲み応えで甘くない、そして食事に合うアルコール分 9% のビターグレープとなっております。さあ、こちらはね、皮由来のほろ苦さと渋みを出すことで甘くなく食事に合う味わいを実現した。開けてみます。大人のぶどう、開ける。すげえ泡だらけになった。はい、飲んでみたいと思います。色がね、綺麗です。まず匂い、あー甘い匂いがする、でも甘くないし、甘くない甘くない、匂いは甘そうなんだけどね、全然甘くない。渋みの方が勝ってる、匂いは甘そうなのにね、これはね、もうお酒が、甘いチューハイが嫌だなっていう人にはすっごいおすすめ、甘いのが好きだっていう人には、おすすめしません、本当に。渋みがあって、苦みって言ったら渋み、苦み、まず甘くないですでも人によってまだ難しいね、甘いのが好きだって人は多分、飲めないんで、苦いのがもう、要はもう年齢層が高い方、こういうなんかお酒を飲みたい人にはもうおすすめって感じ。これ難しいんだよね、なんでこうやって喋りながら言ってるかって、評価がかなり難しいなと思って私の個人的な意見で、もうへったくりもなく、さ、好き嫌いとかさのかなあるかないですけど、ぶどう本来の味がね、楽しみ、本当にもう甘くないチューハイストロングゼロ、ぜひね、皆さん飲んでみてはいかがでしょうか。じゃあね。